どんなディスり合いを繰り広げるのか。バトル1は統一感のない色物チームと敗者復活メンバーで構成されたチーム。初戦はシナ VS チップ。それでは4番と27番は制限時間2分間で言い合ってください。お互いをディスってください。準備はよろしいでしょうか。はい、お願いします。用意スタート。とりあえず奥さん大事にしてください。本当に、いやマジで、でもそれは分かってる。もちろん大事にしてるし、そのためにここに立ってるわけだから。君は拳傷ついてるけど人殴ったんか。さっきの危ないから。さっきの君みたいな人一番危ないから。違います。なんでダメです。人を殴る人はダメ。さっきの上がらないでください。すいません、さ僕さっきの復活戦でぶつかってちょっと引っかかったんです。いやマジで怪しいわそれ。だからさっきのなんか痛そうにしてた人いたわ。暴力やめましょう。わかりました、マジで。あっ、はいはい、借金の方で正直困ってらっしゃる、はいはい、で勝ったとしても借金を返す方に回すと思うんですね。まあでも債務整理終わってるやめろ。終わってる、はい、終了です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。それでは4番の方が A、 27番の方が B の札となります。審査員の方準備はよろしいでしょうか。はい、ヒカル様のタイミングで皆様一斉にお上げください。じゃあせーのでいきます。せーの。 A が4票。おめでとうございます。4番の方が勝者となりました。本当にありがとう。ありがとうございました。なんかもっと本当殺す気で言ってるとこ見たいんですけど。いや、今泥試合よ、悪いけど。いや、そうですね、うん、いや、本当に殺す気だと。続いては、YouTuber リタ君 VS 借金3000万のショーゴ。2分間のディスり合いのお時間になりますが、よろしいでしょうか。はい、では、用意スタート。いや、こいつらいります。いや、普通にこの3人、何いや、お前さ、びっくりこれ。いや、何どの面下げてきたこれ。敗者復活でなんか待て頑張ってるけど、マジでいらないと思う、普通に。だからお前の感覚だろ。真面目のなんかあれってなんすか。みんなしけてんだよ、マジで。これなんか真面目じゃねえのが偉いとかあんのかよ、お前。いやいや、真面目じゃなくてもいいんだ。あ、俺らはいろいろ背負ってんだよ、同じように。知らねえよ、背負ってる自慢。どうでもいいだろ今そんな。いや、お前なんでさ、遊んでさ、使って金使ってな、金なくなったやつが背負ってるっていうやつ。俺遊んで使ったなんて言ってない。いるだろそういうやつも。お前そうじゃなきゃ来ねえっつって。いや俺と戦えよ。今言ったよな。俺と戦えよ。おい、だから俺の戦いじゃねえだろ。お前そうじゃなきゃ来ねえっつったよな。おい、まず認めろ。お前言ってたからな。おい、いるからな。それでも終了です。もう一回オーディションの動画見直せ。いや、お前だろ。すごいな。札を上げる準備をお願いいたします。ちょっと難しい。はい、せーの。 A が2票、 B が3票で B の21番の勝者です。おめでとうございます。ここまでは一勝同士で引き分け。最後は体は男子、心は女子、高中 VS乃木坂46田村真由のオタク姫柱の対決。17番と23番、準備はよろしいでしょうか。はい、 OK です。では2分間思い切りディスり合ってください。用意スタート。ねえ、そのタオル何なの。てかさ、私すごい思ってたんだけど、なんかタオルぶら下げて、乃木坂だっけ、なんか乃木坂を紹介しに来てんの、あんたは。乃木坂を背負ってきてる。ここはさ、1000万を取りに来るとこなのよ。それで言うと、ハチマキは何なの。それで言うと、1000万の使い道は、あ、ちょっと聞いてください。1000万の使い道は、使い道、あの田村真由ちゃんってこう押してるんですよ。わからんのよ、私。まあ、わからなくてもいいです、それは。私、女は興味ないの。で、ね、田村真由ちゃんってこう押してて、そもそも私ゲイだから、女には興味ないから、女の話を言われても、私もう興味がない。今1000万をどうやって使うかを聞いたんで、あのそれをだって興味がないんだもん。だって興味がないって聞いたじゃないですか。興味あるじゃないですか。だから聞いたけど、そのだから田村なんとかさんを言ってきたから、私もうすでに興味がないって感じ。そんな田村真由ちゃんバカにしたらまずめちゃくちゃ叩かれますよ。だからだってオカマがバカにしてもダメなの。私はオカマだよ。はい、オカマが人をバカにしてなんぼなのよ。
あんた2丁目とか行ってみ。僕は田村真由ちゃんを背負ってきてるんですよ、ブスある意味のよ。田村真由ちゃんとか全国のお宅にちょっとかっこいい姿見せたいなと思って、でも今すでにかっこいいからね。いやそんなことないです。もうこれで全然僕は、ま、もうすごい広まった。で、お名前はちなみに、姫柱って言います。 YouTube やってるんですけど、すごい、YouTube をやって、ちょっとごめんわかんない、はい、乃木坂を売りに来てるのか自分が YouTuber として売りに来てるのかもちょっとわかんない。乃木坂の YouTube をやってて。乃木坂の YouTube、 あ、知らないですか。え、さちゃんじゃ、ちゃ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 、それは乃木坂さんがやってれば乃木坂の YouTube になるけど、坂道系 YouTuber っていうのがあるんですよ。乃木坂の YouTube ではないのよ。坂道系 YouTuber っていう存在するんですよ、ね、結構力持ってます。わかるよ、わかる、坂道わかるやつ、アイドル好きだもんね。まだ言うて、で1000万取ったら、うん、自分はその、うん、田村真由ちゃんのイベントに参加して、うん、で今後卒業するまで、あの、イベントに参加をするの。1000万つぎ込んで。じゃあ、あなたは、あなたたちは多分借金返すだけで終わるんですよ。社会に何もならないんですよ。認められてるの。自分は YouTube をやってるんで。何さーんって言われてるの。言われてる。いつも来ると、とか言われんの。まゆちゃんも、え、それで、え、じゃあ1000万投げたーいって言って言ってるってこと。まゆちゃんも、うん、このチャンネル見てくれてて終了です。ありがとうございます。それではヒカル様の合図で皆様一斉に札をお上げくださいませ。はい、大丈夫ですか。はい、OK です。はい、じゃあ、いきます。A が4票で A チームの勝利です。おめでとうございます。まあ、やっぱまあ勢いが違いますかね。あと相性も最悪だっただろうね。あとやっぱこう全くのディスもないしっていうので、やっぱこうまあ僕はやっぱどっちが場を支配してるかっていうのを競い合うゲームだと思ってるんで。最後のあれも良かったですよね。1000万頑張るって認識されてんの。いや、されてないって言ってないけど顔がされてないっていう顔になっちゃったんで、あれは辛い一発だなと思って。ゲイの人って言語能力高いんですよ。あー、なるほど。だから、ね、どっちの気持ちも分かるっていうのも強いですかね。そうですね。結局ね、こう見えて占いもやってます。それ聞いてないです。やだ、言わせて。最初の対決は A チームが勝利。3人は次の戦いに駒を進める。バトル2は危険な男ばかり揃った A チームと超重量級の B チーム。